はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね、デュエルマスターズの素敵完璧上出来ボックスです。はい、こちらもですね、次世代ワールドホビーフェア17サマーで先行発売されていたものです。はい、はい、それと他にもこのデッキケース、限定ダブルデッキケースってやつと限定カードプロテクト飛び出せジョーカーって、この2つも買ってきましたね。はい、まあ、これは普通に使いましょう。はい、はい、この上デッキボックスを買った時に1枚だけカードもらいました。超デク天空王、そうのゴールドバージョンだね。はい、超同級天空王はこの中にも収録されてるみたいなんで、まあ、比較もしていきましょうかね。マジでバットのラビリンス、あれですね、実はそのワールドホビーフェアの会場で買えませんでした。はい、もう売り切れちゃった。そうなので、それを別途アマゾンで購入したので、届き次第動画撮りたいと思いますね。はい、じゃあそっちこちら開けていきましょう。出して、おほ、デュマックス160みたいな感じだね。そうだね、これ自体がもうストレージボックスになりますね。うん、はい、で開けるのはここからかな、こんな感じ。はい、ありゃ、そうだね、デュエマックスと同じで両側にカード入ってますね。はい、素敵完璧上出来ボックス完全攻略の書だって。おお、ちょっとポスターみたいなのが入ってるね。うん、裏は各文明戦略ガイドだって。おお、もうこういうの入ってるんだ。うん、六大戦略丸分かりガイドだって。あ、うん、あれ漫画だこれ。そうだね、うん、デュエルマスターズ秘伝の書。そうだね、うん、これも入ってました。は、あ、カードの説明が入ってた。うん、じゃあカード見ていきましょうか。はい、まずは超ド級天空王ですね。うん、あの先ほど言ったやつ。ああ、絵は一緒でこっちはゴールドバージョンなんだね。うん、コスト6のネオクリーチャーだ。うん、ダブルブレーカーでこのクリーチャーがアタックするとき自分の手札からジョーカーズを2枚捨てても良い。そうしたらこのクリーチャーをアンタップするだって。パワー6000。うん、ちょっと怖いハクションマスクか。クリーチャーでシールドトリガーだってこれ。うん、このクリーチャーがバトルゾーン出た時、相手はバトルゾーンにある自身のパワーが一番小さいクリーチャーを1体選び破壊するだって。ああ、風を移しちゃうんだ。うん、パワー3000です。コスト5だね。2枚3枚4枚、うん、ヘリコプター。うん、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、バトルゾーンにある自分の上数1体につきカードを1枚引いても良いだって。おお、素晴らしいね。うん、コスト5のパワー1000ですね。はい、ヘリコプターが2枚、3枚、3枚。おっと、アリゾナヘッドショット。ジョリザゾニーだね、これね。うん、コスト5で呪文。バトルゾーンにある相手のカードを1枚選び、持ち主の山札の一番下に置くだって。うん、あ、これが1、2枚、3枚、3枚。お、破壊秘伝ナッシングゼロ。これも入ってるんだ。あ、入ってるんだ。ナッシングゼロ強いよね。うん、あ、この前コロコロ。コロコロコミック。コロコロね、コロコロについてたやつね。コロコロ、あ、でも1枚しかない。1枚、なるほど。あ、裏ナイス、スーパーシールドトリガー。あ、ほんとだ。カードを1枚引くって、スーパーシールドトリガーの効果はバトルゾーンとマナゾーンにある自分のジョーカーズの合計枚数以下のコストを持つクリーチャーを全て破壊するだって。うわ、怖っ。うん、2枚3枚3枚ムッシュメガネール。うん、各さん初めてクリーチャーがアタックするとき、そのクリーチャーはシールドをさらに1つブレイクするだろう。コスト4でパワー1000だね。うん、はい、2枚3枚4枚。おお、やったりマン。ちょっとイラスト変わった。おお、やったりマンの女バージョンかな。女の子いるね。うん、自分のジョーカーズを召喚するコストを1少なくする。ただしコストは0以下にはならないって、もうこれ定番だね。うん、やったりマンいくつ入ってるのかな。2枚、うん、あ、ここから非文明だね。うん、ギーク、戦車、ネズギアス。おう、バットアクションダイナマイト2だね。おう、来た。でスピードアタッカー、このクリーチャーがアタックするとき自分の山札の上から2枚を墓地に置く。こうして墓地に置いたビートジョッキー1体につき、このターンこのクリーチャーはシールドをさらに1つブレイクすると。おう、メリケンバンドか。うん、クリーチャーで、シールドトリガーですね。ダブルブレーカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体選んでも良い。その選んだクリーチャーとこのクリーチャーをバトルさせるだって。相手のターン中にこのクリーチャーをバトルゾーンに出していれば、そのターンの終わりにこのクリーチャーを自分の山札の一番下に置くだって。え、2枚3枚3枚だ。ギークチュリス、また来たチュリス。うん、ネオクリーチャーだね。うん、このクリーチャーがアタックするとき、ビートジョッキーを好きな数自分の墓地から山札の上に好きな順序で置いても良い。
こうして3体以上置いたらカードを1枚引くだって。コスト2の2000でパワー。これ使いやすそう。確かに。うん、これが2、3、4枚。スクラッパーシュトルム。ね、シールドトリガー。このクリーチャーがバトルゾーン出た時、相手のクリーチャーをパワーの合計が6000以下になるように好きな数選び破壊する。いやー、これはやばい。あー、やったれ、これで破壊できるわコスト7のパワー3000ですね、うん、あ、1枚。1枚これは種族が違う、デスパペットエイリアンって書いてある。おー、コスト4のパワー3000ですね、うん、これが2枚、3枚、お、4枚。UI の天秤だって。これは注文、これバッドブランドだよね。そうだよね、うん、コスト2ですね、うん、次のうちいずれか1つを選ぶだって。手札を1枚捨て、その後カードを2枚引くか、相手のパワー2000以下のクリーチャーを1体破壊するだって、うん、なるほどね。2枚か。1番隊チュチュリス。あ、これも絵柄が違うね、うん、自分のビートジョッキーの召喚するコストを1少なくする、ただしコストは0以下にはならないってやつだね。うん、これも絶対ビートジョッキー使いには必要なやつですね、うん、メテオチャージャー。相手のブロッカーを持つクリーチャーを1体破壊するだって。チャージャー、この呪文を唱えた後墓地に置く代わりに自分のマナゾーンに置く。あ、うん、便利だよ。そうだね、コスト3ですね、うん、それが2枚、3枚、4枚。こっから自然だね、うん、メガロカミキュロスグランセクトネオクリーチャーですね、トリプルブレイカーだ。このクリーチャーがアタックするとき、自然のパワー1万2000以上の進化ではないクリーチャーを1体自分の手札からバトルゾーンに出しても良いだって。ひゃー、じゃあ次のカード多分、あ、これ出せるキリカミパンツァー、トリプルブレーカー。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から3枚を表向きにする。その中からパワー1万2000以上のクリーチャーを全て自分の手札に加え、その後残りの好きな順序で山札の一番下に置く。相手の呪文の効果またはクリーチャーの能力によって、このクリーチャーが自分の手札から捨てられるとき墓地に置く代わりにバトルゾーンに置いても良いんだって。え、これが、お、2枚。お、3枚。3枚入ってた。キノコアラキノコアラシールドトリガーで、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、相手のパワー2000以下のクリーチャーを全てバトルゾーンから持ち主のマナゾーンに置く。うーん、コスト7のパワー2000。わお、2、3、4枚、うん、おっと、コードネーム13だって。ワールドブレイカーだ。いやー、いや、でもコスト10だね。いや、パワー2万4000か。はあ、全てのシールドを破壊するやつ。2、3枚、4枚。うわ、ちょっと使いたくなって使ってみたくなってきたね。トラップジャイアント、シールドトリガーで、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、相手のクリーチャーを1体選び、持ち主のマナゾーンに置いても良いですね。コスト9のパワーが5000。お、1枚だ。未来設計図。コスト2。呪文だね。うん、シールドトリガー、自分の山札の上から6枚を見る。その中からクリーチャーを1体選び、相手に見せてから自分の手札に加えても良い。その後残りを好きな順序で山札の一番下に置くだってこれ。あ、これこそジョーカースみたいな感じか。うん、これが、うん、2枚。ブロンズアームドライブ。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山肌の上から1枚目をマナゾーンに置く。コスト3のパワー1000です。これが2枚、3枚、4枚入ってました。はい、おっと、1番隊ルグンドを。自分のグランセクトの召喚コストを1少なくする、ただしコストは0以下にはならないやつですね、うん、グランセクト必ず必要なやつだね、うん、コスト2のパワー2000です、うん、これが2枚。はい、で前半終了。はい、はい、では後半いきましょう。はい、紅の焚き火天差。コスト2のパワー14500なんだけど。おお、トリプルブレーカー。このクリーチャーはタップしてバトルゾーンだ。カダブラ系、カダブラみたいなやつだね。うん、自分のシールが6つ以下ならこのクリーチャーはアンタップしない。えそういうこと。ああ、そうだよね、だからこんなに強いんだ。そっかそっか、面白いね。でもね、うん、自分のターンの初めに自分のシールドが相手より多ければカードを1枚引いても良いんだって。おう、うん、聖主銀スパシーバネオクリーチャーだ。コスト2でパワー2000。相手がクリーチャーを選ぶとき、このクリーチャーは選べない。ただしこのクリーチャーをアタックまたはブロックしても良い。これが2枚、3枚、4枚。4枚貴
跡クローツ、ブロッカーですね。また奇跡系来た、うん、このクリーチャーは相手プレイヤーはアタックできません。このクリーチャーがバトルゾーン出た時、自分の山札の上から1枚目を表向きのまま新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置くだって。おう、これが2枚3枚。雷鳴の守護者ミストリエス、他のクリーチャーがバトルゾーン出た時、カードを1枚引いてもよい。コスト5のパワー2000だね。うん、これが2枚。マスタースパーク、これは何だ、かっこいい。本当だ、シールドトリガー、相手のクリーチャーをすべてタップする。おお、素晴らしい。カードをシールドトリガー、カードを1枚引く。やばいってこれ。これはシールドに入っててほしいやつだな、うん、これが2枚、3枚、3枚。おっと、スーパーエターナルスパークだって。オブシディアが描かれてるね。ここはドープダブルボーダーで、ね、本当だ、破壊してるよこれ。すごいね、やばいって。シールドトリガーでコスト5、バトルゾーンにあるコスト6以下の進化ではないクリーチャーを1体選び、表向きにして持ち主のシールドゾーンに新しいシールドとして加えるだと。これが2枚か。預言者ディク、これメタリカじゃないね。あ、そうだね、うん、シールドトリガーでこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分のシールドが2つ以下なら自分の山札の上から1枚目を表向きのまま新しいシールドとしてシールドゾーンに加えてもよい。コスト5のパワー1000ですね、はい、これが2枚、3枚、4枚。おー、来た、一番対クリスタ、ほらイラスト変わってますねこれもね、うん、自分のメタリカを召喚するコスト1少なくする、ただしコストは0以下にはならないってやつですね。コスト2でパワー2000、これは2枚。おっと、闇亡命、こっからは。そうだね、ショーペンハワー、マフィーギャング、うん、ネオクリーチャートリプルブレーカーで、自分のターンの終わりにこのクリーチャーがタップしていればコスト8以下の進化でないクリーチャーを1体自分の墓地からバトルゾーンに出すだって。こういうの闇文明は得意なんですよ。得意だね、うん、だけどコスト9のパワー12000、四方位スキン。おう、シールドトリガー、このクリーチャーがバトルゾーン出た時、そのターン相手のクリーチャー全てのパワーをマイナス2000するだって。おっと、パワー0以下のクリーチャーは破壊されます。はあ、コスト7のパワー1000ですね、うん、2枚、3枚、狂気23号、グザリ、グザリ。このクリーチャーがバトルゾーン出た時、自分の山札の上から2枚を墓地に置くだって。はあ、あ、やっぱね、墓地に置いて復活させる系だから。そうだよね、あ、マフィーギャングね。コスト2のパワー2000ですね、うん、これが2枚、3枚、4枚。おっと、ボーン踊りチャージャー、コスト3の呪文ですね、うん、自分の山札の上から2枚を墓地に置くチャージャーですね。この呪文を唱えた後、墓地に置く代わりに自分のマナゾーンに置きます。はい、はい、これが2枚。狂殺王デスハンズ、あ、ダークロードだって。え、マフィーギャングじゃない。本当だ、このクリーチャーをバトルゾーンで出た時、相手のクリーチャーを1体破壊します。はあ、コスト7のパワー2000。あ、デーモンハンド、これおなじみだね、うん、これが2枚、3枚、4枚。解体人形ジェニー、怖いデスパペットだって、これ種族。おっと、このクリーチャーがバトルゾーン出た時、相手の手札を見てその中から1枚選び捨てさせる。これジョニーがいたらそれを完全に捨てさせられるね、うん、これが2枚、3枚、4枚。はい、続いて1番対バギン16号だね。あ、これもおなじみだね。そうだね、自分のマフィーギャングを召喚するコストを1少なくする、ただしコストは0以下にはならないってやつですね、うん、2枚。はい、おっと、こっからは水文明だ。放浪宮殿トライデン、トライデンネオ進化、このクリーチャーがバトルゾーン出た時、カードを3枚引く、その後自分の手札を2枚捨てる、うん、このクリーチャーがアタックする時、クリーチャーを1体選び持ち主の手札に戻しても良いだって。微笑む巫女パルル、自分が手札を捨てたとき、そのターンこのクリーチャーパワーをプラス3000され、ダブルブレーカーを与えるんだって。おう、これが2枚、3枚、3枚。怪獣アンモ、このクリーチャーがバトルゾーンでたとき、自分の山札の上から1枚目を表向きにしても良い、それがムートピアなら自分の手札に加えるだって。はあ、うん、ムートピアで固めとけば絶対そうなるよね。そうだよね。2枚、3枚、4枚。アクアサーファーですね、うん、シールドトリガーでこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時、クリーチャーを1体選び持ち主の手札に戻しても良いですね。コスト6のパワー2000です。これが2枚、3枚、4枚。ラグナロクザクロック、わ、かっこいい、ね、アウトレイジマックスだ。あ、アウトレイジ、うん、
シールドトリガーでこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時、ターンの残りを飛ばす。はあ、終わらせるんだ、うん、次のプレイヤーのターンをすぐに始めるんだって。終わっちゃうんだ。でコスト3のパワーが3000ですね、はい、1番対ザエッサですね。ザエッサ来た、はい、自分のムートピアを召喚するコストを1少なくします。ただしコストは0以下にはならないです、はい、これが2枚。ブレインチャージャーカードを1枚チャージャー、この呪文を唱えた後墓地に置く間に自分のマナゾーンに置く。そうだね、コスト4だね、うん、これが2枚、3枚、4枚。サイバーチューン、コスト3のシールドトリガーカードを3枚引く。その後自分の手札を2枚捨てる。あれ、なるほど、これが2枚です。あ、はい、以上ですね。はい、はい、そんな感じで、素敵完璧上デッキボックスすべて見てみましたけれども、やっぱ面白いカードが増えてますね、うん、あとやっぱりねこのストレージボックスがすごく便利なんで、はい、こんなカードに、ね、バーって入れられるからね、うん、うん、まあ、メタリカとジョーカーズとあとビートジョッキー、ちょっとこの辺改造してまたバトルしたいなと思います。はい、はい、ということで今回はデュエルマスターズの素敵完璧上デッキボックスでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そういったチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。